おはようございます。本日ここに令和2年9月定例市議会の開会にあたり、市政運営に係る諸課題について所信の一端を申し述べますとともに、9月補正予算案の概要について申し上げます。最初に新型コロナウイルス感染症は依然として猛威を振るい続けており、福井県においても8月末にはクラスターが発生したこと等から、県は8月27日に感染拡大警報を発表しました。このようなことから、当面の間、感染収束は期待できない状況であります。幸いにも勝山市においては、昨日まで感染者が発生しておりません。この状態をできるだけ長く続けられるよう、市民の皆様には引き続き新しい生活様式に沿った感染予防の徹底した取り組みをお願いするところです。新型コロナウイルスのワクチンや治療薬の開発、普及には相当の時間を要すると予想されていることから、ウィズコロナの社会に対処すべく、今後も国、県と一丸となって取り組みを継続してまいります。現にコロナ禍により、地域経済は大きな打撃を受けており、今後、地方が持続的に発展していくためには、新しい生活様式に対応しながら、感染リスクをコントロールし、社会経済活動を継続していく必要があります。新型コロナウイルスの広がりをきっかけに、東京一極集中をはじめ、生活や働き方の見直しが全国的に進みつつあります。このような変化を前向きに捉えた新しい視点で、地方創生を推進していかなければなりません。このため、本市では人口減少問題に対応し、若い世代の雇用創出と就労支援、結婚、子育て、教育を支援する生活基盤の整備、元気な高齢者や交流人口の増加による域内需要の維持について、より一層取り組む所存です。このような中、8月末に大手賃貸住宅建設会社が公表した町の住み心地ランキング2020福井県版で、勝山市が第1位にランキングされました。この調査は、県内に住んでいる20歳以上の男女1567人の声を集計したものであり、勝山市に実際に住んでいる人の勝山市に対する評価が他市町より高かったことを示すものです。このことを誇りに、政策推進のエネルギーにしていきたいと思っております。次に、道の駅恐竜渓谷勝山について申し上げます。6月20日のオープン以来、約2ヶ月半が経過いたしましたが、8月末日現在での来場者数は、累計で118,096人、1日あたりの平均来場者数は1618人、同日祝日においては2521人、平日においては1147人となっております。また、オープン当初69件であった農林水産物出荷者数も83件まで増加をし、生産者の皆様の期待も以前にも増して高まってきております。コロナウイルス感染拡大の影響による自粛ムードが広がっている現在の状況においては、地域振興施設としての役割を十分に果たしているものと感じております。来年度には大野市に新たな道の駅がオープンする予定であり、地域間の競争が激しさを増すものと想定されますが、ロケーションの良さに加えて、勝山市の特色を生かしたイベントの開催や、おもてなしを充実させることにより、市民の皆様及び県外、市外からのお客様により一層親しまれる施設となるよう努めてまいります。次に、令和2年度戦没者追悼式について申し上げます。戦没者追悼式の実施にあたり、今般の新型コロナウイルス感染症の対策を講じた開催方法を模索し、今年度は7月13日から28日までの期間、福祉健康センター健やかの多目的ホールに戦没者慰霊の場を設けました。この期間には、視聴者131人を含む多くのご遺族が参列され、献花とともに哀悼の誠を捧げられました。
戦後75年を迎え、昨年度から市内統一とした戦没者追悼式をコロナ禍の中でも継続することができ、現在の平和の礎となった方々への慰霊の場が設けられたことに安堵しているところであります。次に、令和元年度普通会計決算における主な財政指標について申し上げます。財政構造の弾力性を判断する指標である経常収支比率は、経常経費充当、一般財源等はほぼ前年度と同額となりましたが、地方税、地方剰余税、および普通交付税がそれぞれ増額となり、経常一般財源等総額が 1.5% 増額となったため、前年度から 1.5% 改善し、92.7% となりました。また、地方財政健全化法に基づく健全化指標については、いずれも早期健全化基準を大きく下回っており、極めて健全な数字となっております。さて、本日の定例審議会に提案いたしますのは、国、県等の補助事業の確定等のほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、業務の縮小や中断を余儀なくされた事業費の減額、新型コロナウイルス感染症への追加対策費などを計上した令和2年度勝山市一般会計補正予算第5号を含む第12件であります。これら12件につきましては、後ほど関係課長からそれぞれ提案理由を説明させますので、よろしくご指摘の上、妥当なご決議を賜りますようお願いを申し上げます。